汗です、はい、あいたた水さんに今日はですね台湾一周の意気込みじゃないですけど意気込み決意みたいなのをちょっと新しく台湾で買ったこのトゥイスビーっていう万年筆のブランドでなかなかおしゃれな感じのマークで綺麗な初書きをよろしくお願いします。意気込み、はい、意気込み、意気込みはね、もうなんか座右の銘でも何でもいいです。もうなんか今の気持ちでも疲れたでもいいですし。オッケー。これは、はい、本当は撮影ゆっくり食べましょう。嬉しいな、1ページ目に。ちょっと待ってね。はい。はい。来ました。もう書きましたか？書きました。で、回すみたいです。あ、そうです。くるくるで。はい。ございます。良い子は真似しないでね。いやもう本当にね、これが一言やめた方がいいですよ。一言本当にやめた方がいい。もっと良い子は真似しないでね。いやいいですね。いや誰も真似できないです、正直。本当にできないです。やって初めてね、初めてからあすごいことやろうとしてるなこれ。いやちょっとノリだったんですけど、ノリでやれるレベルじゃないですよ。ノリじゃないですねこれは。でももうイングアンまであれですよね、台北北に行って、もう北を全部回ってきたんで、はい、そこがね、本当にきつかった。もう嵐の中ね、カッパで歩いて、大変でしたけど。お水とか大丈夫ですか、食料とか。うん、一回水が全然ないっていう状態になって。ありますよね、海岸線全然コンビニとかないですし。そう、コンビニがなくて。でもまあ、なんとかなりましたね。はい、よかったです。ここから抜けていく新竹に行く方も、はいはい、コンビニ少ないと思うんで。あ、そうですか。僕も台湾一周を自転車でしたことはあるんですけど、はいはい、それで12日間で何回か本当にお水がなくなって、2回か3回ピンチになって、でも最後にここにビールとかちょっとアルコールを入れてたんですけど、はいはい、アルコールじゃやっぱり喉が渇いて余計脱水しちゃう。水ポカリ、水って、あと緑のやつがおすすめです。緑のスポドリがすごい。なんか売ってます、ね、あれ結構効きます。あれがあんまり甘くなくて、いや頑張ってください、清水さん。ありがとうございます。頑張ります。もう今日政治大学から応援駆けつけます。ありがとうございました。じゃあ清水さん